こんにちは、ギタリストの阿部大輔です。今日は地味だけど聞く練習法ということで、コードトーンソロを第1回目にやりたいと思います。コードトーンソロって簡単に言えば、まあこれが C っていうコードがあります。このコードの構成音はドミソシ、まあ C、E、G、B という音なんですが、その音だけをそのコードが鳴っている時には弾くという、それだけです。このコードが鳴ってたらまあこの、まあ、何でもいいんですけど、この音だけで音楽を作るということです。まずギタリスト、まあ僕の場合はロックから始めたんですけども、ギターを、やっぱコード感を出すっていうのは非常に難しく最初は思ったんですね。そこが第一のジャズというものをやるときに結構難関かなと思うんですが、それをこのコードトーンソロをやることによってすごくコード感の出たソロができるようになってくるんではないかと思います。それでなんでかっていうと、要するにコードが鳴っている時にコードトーンを弾くっていうのは一番まあ安全というか一番フィットする音なわけですよね。だからフィットする音を知ればそれ以外の音も知ることができるし、結果的に自分でそのどんなサウンドかを弾きたいかをコントロールできるようになると思います。ということで、じゃあとりあえず、まあ、今日は、まあ、いろんなね、もうこれだけでもかなり深いトピックなんですが、とりあえず最初に今日はこの1625というコードチェンジを使って今日はやってみたいと思います。まあそれ以前に最初はこのまずこの一個一個コードをね、コードとは何かっていうのを知らないとね話にならないと思うんですが、とりあえずまあ C メジャー7はまあ今まあ、僕の場合ちょっと日本語で今日は言ってみたいと思うんですが、ドミソシというかドイツ音名ですね。ドミソシ、 A マイナーはラドミソ、そして D マイナーはレファラド、 D7 はソシレファというふうな構成音になっています。要するにまあこの音をまずギターで弾けるようにするんですが、まあその前にどんなさコードトーンソロってどんなサウンドかってまず話ばっかりじゃつまんないんで、ちょっと演奏してみたいと思います。今ちょっとこんな感じで、まあ、C メジャー7、 A マイナー7、 D マイナー7で G7 っていうコード進行です。それでとりあえずこの今の練習の時はテンションなど一切入れずに、もうコードトーンシンプルなそのままのボイシングで弾いています。その方がまあコードトーンとそれ以外の音を弾いた時の差が分かると思うんでということです。それで今の伴奏をちょっと事前に録音しておいたので、それに合わせてちょっとコードトーンだけでソロをやってみたいと思います。感じなんですか。まあ今コードトーンのだけで構成音だけで弾きました。
どの音も全部コードにフィットしてる感じで聞こえたんではないかと思うんですが、まあこの練習法としてまず第一にじゃあコードトーンを弾けるようにするということなんですが、まあ僕の場合はまずポジションを決めて、あ、そうですね、まずまあその人の現在の状況にもよると思うんですが、とりあえずある程度音が把握できてる一番得意なポジションでやったらいいと思うんですが、まあ僕の場合はまあロックから入ってこの C メジャーペンタトニック、ここでまずできるようにしたんですよね。最初はもう音とか全然分かんなかったんですけど、まあ、とりあえずここでもう必死で音を覚えて、まずじゃあこのポジションに固定してまず C メジャー7を弾いてみます。要するにまあドミソシですよね。じゃあ一番低い音は C がここにあるんですけども、ドミソシドミソシド、まあこれが全部弾けるこのポジションにいて、弾けるコードトーンです。そして次のコードは Am、 ああそうか、ラドミソですね、ドソラドミソラドですね。これがちょっと厳しいなっていう方はゆっくり時間かけてやってみてください。ゆっくりする、まずここでスケール練習してもいいかもしれないですね。まあ、この時にちゃんと音を確認しながら、ドレミファソラシドレミファソラシドと意識しながら練習するとより位置を覚えやすいかなと思います。そしてじゃあ、ちょっと話がそれましたが、次は Dm7、レファラドだから一番低い音は、あ、まあじゃあ一番低い音じゃなくてもいいですね。じゃあルートからいきましょう、D から、レファラドドラファレドラファレドララドレファラドレファラドということです。これが Dm7 ですね。で次は G7、 ソシレファ。じゃあまずソシレファを弾いてみましょうか。ソシレファソシソファレシ。まあこれはちょっと、まあ僕はもう何年にずっとやってるんですぐ出てくるんですが、結構最初はやっぱ時間がかかります覚えるのに。位置をね、それとそこはちょっと時間かけてやってみてください。それでコードトーンソロを練習するときにさらに効果的になるんじゃないかと思われる練習をここで一つ、まあお教えしたいんですけども、これはまあコードトーンソロをまあやり始めて多分やってみたら分かるんですが、ちょっとじゃあ例を出してみます。最初のコードはじゃあドミソシだ、次のコードはラドミソだって思うと、
大体その最初に思い浮かべた、まあ、A だったら A の音からとか G だったら G の音からなんか弾き始めてしまいがちなんですよ。その方が簡単だからね。だからそれをいかに、なんつうんだろう、全ての4つのコードトーンを均等に扱っていけるかっていうことが、まあ、次の課題になってくるんですけど、まあその前にそのコードトーンでしっかりだけで弾けるように練習するんですが、そうですね、そのギターはとりあえず形で結構弾けてしまう楽器なので、このシェイプでで何にも考えなくてもとりあえず指を動かせばコードトーンは弾けるんですけども、まあそこで次のステップはやっぱどの音を弾いてて、それがどのコードに対してどのディグリーの音かっていうのをまあ把握した方が今後のいろいろステップアップしていきやすいと思うんですが、まあそれでエクササイズがありまして、これあの僕の最初のギターの先生、あの高知明さんっていう素晴らしい先生なんですけどもに教えていただいて、本当にこれのおかげで今があると言っても過言ではないと思うんですが、まあ共通音保留エクササイズというのを、最初の1年それ以上ですね、もう、まあ、今でも意識してます。特にまあ今ではもう考えなくてもまあ分かるようになってるんですけども、まあこれが共通を とりあえずおすすめのエクササイズです。で今のじゃあとりあえずサウンドでやってみます。もう聞いてもらった方が多分早いんで、いやいやいや、サウンドなんですけども、まあ、何をやってたかっていうと、まあ、コードトーンの共通音を保留したというそれだけです。最初 C メジャー7で、まあこの今はじゃあ C かドの音から始めたんですけども、じゃあド弾きました。まあ各コードにつきとりあえず1音だけを弾くというエクササイズにします。じゃあ次の Am に移った時にコードトーンが保留できると、保留できる場合は保留します。で今アップって書いてあるんですけど、上向きって書いてあるんですけど、今とりあえずエクササイズとしては最初はひたすら上がっていくということにします。だから共通音がある場合は保留して、共通音がない場合があるんですけど、例えばじゃあ次は Dm で、さらにこれはあのレファーラードのド7度の音なんで、これはまだ C が保留できるんで保留します。で次の G7 に切った時に C の音は G7 のコードに含まれてないので、じゃあ上に合う音を、次に合う音を探そうということです。そうするとまあそう C レファーのレの音 D の音が合うということで移ります。そしてまた C に戻るときに D の音はコードトーンにないので、次の上の音 E、 そんで Am は次の音は保留できるので E、 そして Dm では保留できないので E の音は Dm に入ってないので F に行き、 G7 のときは F っていう感じでひたすら上がっていくと。それでまあエクササイズにさ、あのこれは反対に下がっていく、共通音がない場合は
一番近い下のコードトーンを探して弾くということです。それだけです。そうやっていくことによってまあどの音が保留できるかっていうのが分かってくると、まあそのいちいちそのコードトーンを考えた時にルートに行ってしまうっていう、ルートとかその他の得意な、まあ、1、3とか割と最初に出やすい、コードトーンだけじゃなくて、なんかそれがなんつうんだろう、均等にねつなげられるようになると思います。それでまあこうやって書いてそれを弾くのもまあ耳のね練習になると思うんですが、おすすめするのは何も書かないで頭の中で、あドミソシだから、あじゃあとりあえずどう、まあじゃあ2から始めてみようっつって、じゃあ C だから、あこれは3度の音ね、じゃあ Am はいけるかな、 E の音は、うーんラドミ、あいけるいける、じゃあ次はじゃあ Dm でレファラドだから、あ E はないけないから、じゃあ F に行こうと、で次は G7 だから、あソシレファのファはいけるなということで、じゃあ保留しましょうっていう感じでエクササイズします。じゃああの試しに、じゃあ加工を今やってみましょう。 B C から始めてみよう。あ、ラーですね、レファラドのラー、ソシレファのソー、でドミソシのソー、ラドミソのソー、レファラドのファー、ソシレファのファー、でドミソシのミー、ラドミソのミー、でレファラドのレ、ソシレファのレ、ドミソシのドルート。で慣れてきたら度数も言えるようになるとなおいいかもしれないですね。最初言ったようにあの地味だけど聴いてくる練習ということなんで、かなり地味です。フィフス Am のフィフス Dm のマイナーサード、G7 のフラット7、メジャー7の、口が回んないですけど、やるだけなんですけども、最初多分結構あの見た目見かけによらず脳がすごいフル回転して、今まで使ったことのない脳を使うような感じがする方もいっぱいいるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ僕がここから余談になるんですけども、最初の先生に習った時は、そのコーチ先生に習った時はもうこれをで最初本当にロックでもうペンタトニックしか弾いてなかった。まあ、まあ、ちょっと今あれだけど、まあとりあえずロックをペンタトニックでひたすら弾いてた、音も何も考えてなかった僕にとってはもうこれが本当になんて言うんだろう、衝撃的 な全然できなくて最初は。であの電車の中とかでいつもなんかコードトーンをずっと考えてた思い出がありますけども、そうですね。それをだこれを、まあ、最初に1625でやって、ああそうそうそう、で次のステップがもういきなり長いですけどやっちゃいますね。そしたら
だんだん慣れてきたらこれが簡単、あのダイアトニックだけだとちょっと簡単になって思えてくると思うんですよ。そしたら C メジャー7、次を2個目のコード A7 っていう風にちょっとノンダイアトニックなコードにしてみます。そうするとちょっと難易度が上がるし、いいエクササイズになるんじゃないかと思います。例えばちょっと今伴奏録音しよう。ワン、ツー、スリー、フォー、 A7、 してみるとどうなるかというと、じゃあ例えば C から始めます。まあ、A7 なんで C シャープ。次は D マイナーの D で G7。で次は E。次も E がいける。で、まああとはさっきのエクササイズと同じなんですけども。っていう感じでちょっと難易度を上げていくとさらに面白くなるんじゃないかと思います。それでまあ慣れてきたらじゃあこうじゃあ D7 にしてノンダイアトニックな音をさらに増やしていくと、でまあ慣れてきたら曲、まあ例えば僕がやったのはまあブルースとか、まあ、F のブルースをじゃあコードトーンだけでやったらどんな感じかとか、そういう感じで練習しました。お、ちょっとうちの息子が起きてきたので今日はこの辺にしたいと思います。ありがとうございました。また撮りますんで、よかったらチャンネルサブスクライブお願いします。それでは。